デリカは三菱自動車工業が生産、販売していた自動車のシリーズである。香港では商用車を中心に記述する、松田ボンゴ等をライバルと想定した小型のキャブオーバートラック及びバンとして1968年に登場。国外では主に L300 という名称で販売されている。バンをベースとしたワゴンも設定されていたが、 1994年登場の4代目以降は、商用車系とは、離れて乗用車設計となる。2011年以降、三菱は国内向けのミニバンの車名をデリカに統一する方針をとっており、デリカ D5 に加えてデ、デリカ D2、デリカ D3 が登場した。一方で、商用車系デリカの国内向け販売は1999年以降は、 他社からの OEM に切り替えられており、2019年には OEM での取扱いも終了した。商用車系の輸出向けの自社生産は、国内では2013年に終了したが、フィリピン・インドネシアでは2代目が、台湾で3代目が、継続生産されている。初代デリカ1400トラック一方、会初代デリカ1400番1968年7月1日6 0 0ラム席。 トラック、デリカ発売。コルト1100と共通の1.1リットル、オフガソリンエンジン搭載で、最高出力 58PS。このクラスでは、初の3人乗り。1969年4月デリカトラックをベースに、下位置ボックスタイプとして、当時クラス最大のスペースユーティリティを誇る、デリカライト版、デリカルート版、デリカコーチを発売。 1971年10月トラックの最大積載量 750kg 積に変更し、デリカ75シリーズとなる。エンジンはギャランフト 1400cc モデルと共通の1.4リットルオフガソリンエンジンに変更。ベンチレーター周辺にガーニッシュが設けられたデザインとなり、フロントウインカーサイドマーカーの形状を変更。バンはテールゲートのデザインが一新され、 テールランプをテールゲート倉庫から車体側に移設。これによりテールランプの形状が横型から縦型コーナーランプに変更される。1974年11月マイナーチェンジ。今回は三角窓が廃止されると同時にフロント周辺のデザインを大幅に変更し、デリカ1400シリーズとなる。これと同時に、 ランサー 1200cc モデルと共通の1.2リットルオフガソリンエンジンを搭載し、マイナーチェンジ前のフロント部分の衣装をほぼ採用したレンカ版のデリカ1200シリーズをラインアップに加えた。1975年12月50年、排出ガス規制で 1400cc モデルの最高出力 82PS となり、高地が廃止される。 1976年11月トラックの 1400cc モデルにホイールベースを 150mm 伸ばした1トン積車を追加。1977年11月カラーリングを大幅に変更。リアバンパーが左右一体式に変更され、リアのナンバーをバンパー中央からテールゲート右下に移設。1400cc モデルの最高出力は78。 p s PS に再度スペックダウンされた。また、国外仕様はこの時点で三角窓がようやく廃止となった。二代目デリカ1979年6月フルモデルチェンジ。直線基調のボクシーなスタイルとなり、全幅が小型車サイズいっぱいにまで拡大する。バンはデリカバンワイド、デリカコーチはデリカスターワゴンとなる。エンジンは サターン 4G33 型1.4リットル82バリー機、サターン 4G32 型1.6リットル86バリー機、1.6リットルエンジン車には、バン、ワゴンともに5速 MT 車も設定された。1982年11月マイナーチェンジ。フロントエンブレムが三菱の M 字型から MMC マークになる。同時に1.8リットルガソリン使用車を追加。 このモデルには当時の国産ワンボックスカー初となる 4WD が採用された。リアドア後方をストレッチしたロングボディとディーゼルエンジン搭載車を追加。オプションの冷房装置が吊り下げクーラーからヒーター組み込みタイプに変更された。1983年11月版トラックモスターワゴン同様の角形見通しヘッドランプに変更される。 1984年2月版の 4WD 仕様に2.3リットルディーゼルエンジン搭載車を追加。2代目デリカトラック後期型提唱1986年6月版とスターワゴンはフルモデルチェンジをしたがトラックはマイナーチェンジに止まった。フロントガーニッシュを装着。ディーゼル車のエンジンを3代目同様の 4D56 型2.5リットルに変更。 これに伴い、トラックの 2WD 車に、後輪シングルタイヤ仕様を新たに追加。1988年トラックに 4WD を追加。1994年国内向けトラックをフルモデルチェンジ。4輪駆動は、国産クラス初で、当時の同車製1トン積み、ボンネットトラック、ホルテの車種に 2WD モデルのボディを乗せたため、非常に背の高いシルエットとなった。 当時三菱自動車はフルラインターボを標榜し様々な車種にターボ車を設定していた。デリカはディーゼルターボのみでエンジンを共有するギャランシグマや初代パジェロのようにガソリンターボは設定されなかった。登場当初はワゴンはコラムシフトの1.6リットルガソリン車のみであったが当時のワンボックスワゴンで唯一 5MT が設定されていた。国内生産終了後も フィリピン、インドネシアではこのモデルが製造されている。フィリピンでは、排ガス規制への対応から2018年に、アドベンチャーと共に生産を終了したが、2019年9月に、規制に準拠したエンジンを搭載し、生産を再開することが発表された。3代目デリカバン代目デリカトラック3代目。 デリカトラック輸出仕様 L300 ンロングボディ1986年6月19日フルモデルチェンジ。標準とロングの2種類のホイールベースに、平屋根のエアロルーフか、ハイルーフが組み合わされる。バン、ワゴン 4WD は全高を小型車枠に収める関係で、エアロルーフのみ、ワゴン 4WD は標準弱のみでのスタート。バンは、両側スライドドア。 G63 バイト型2.0リットルガソリンエンジン。バンには従来と同じ1.4リットルと1.6リットルのガソリンエンジン。4D56 型2.5リットルディーゼルエンジン。85馬力のターボと76馬力の自然吸気。1988年8月マイナーチェンジ。フロントに3ダイヤマークが付く。4WD のターボディーゼル車に AT 車が追加された。 1991年8月 MT のみの設定のガソリン2.24リットルの 4WD 車に AT 車を追加。1994年5月マイナーチェンジ。フロントバンパー及びクリアランスターンシグナルランプの形状を変更。スターワゴンは主力がスペースギアに移行したためグレードを大幅に整理。トラックはようやく3代目ベースにフルモデルチェンジされた。 トラックの標準ボディには、デリカ版と同じフロントだが、ロングボディには、前期型スターワイゴンと同じ、角形4頭ヘッドライトを採用する。1997年10月版に運転席、SRS エアバッグを、オプション設定。1999年11月3代目デリカは、日本の衝突安全基準に適合しなくなり、安全基準に適合させる開発をするためには、 販売台数が足りないため、国内向けデリカの商用系は、ボンゴの OEM 供給車になる。国内向けスターワゴンは生産終了。その後、三代目デリカは輸出専用となり、日本での生産が2013年まで行われていた。その後は、台湾の中間技者での生産のみ継続されている。2019年9月には、台湾で、三菱の新しいデザインコンセプトである。 ダイナミックシールドに準じたデザインが与えられた改良モデルが発表された。デリカバン1999年11月1日フルモデルチェンジ。マツダからの OEM となり、ボンゴの同型車となる。2010年9月マイナーチェンジ。ガソリン車のエンジンを1.8リットル DOHC16 バルブに変更し、出力、トルクを高めて、動力性能を向上するとともに、 燃費を向上させた。さらに、大型センターコンソールボックスと、助手席、SRS エアバッグと、電動リモコンドアミラーを標準装備。また、トラックは、荷台の煽りの高さを4 5ト、mm、ルアップし、積載性を高めた。なお、一部改良に伴い、グレード体系の見直しを行った。これに伴いトラックの 4WD モデルは、 全車高床によるシングルリアタイヤのみの設定とし、これまでラインアップされていたディーゼルエンジン車が廃止された。2011年10月版のフルモデルチェンジに伴い、トラックの OEM 供給を終了。デリカ版2011年10月6日版をフルモデルチェンジ。仙台同様、OEM 車種となっているが、本題は2010年12月に合意した。 日産自動車との協業に基づき、従来の松田ボンゴ版から、日産 NV200 バネットに変更。ベース車の変更によりダウンサイジングされたが、前高を高めの 1855mm に設定したことで、十分な積載性能を確保。また、前車、平成17年基準排出ガス75%低減レベル、認定を取得するとともに、5MT 車は、 平成22年度燃費基準プラス20%、4AT 車は平成22年度燃費基準プラス25%をそれぞれ達成した。なお、グレードはデラックスと GX の2グレードで 5MT 車はデラックスのみの設定となる。また、装備内容もバネットと異なっており、バネットではメーカーオプション設定となっている助手席 SRS エアバッグが 標準装備されるほか、GX では、セカンドシート関連の、セットオプションアシストグリップ ISO フィックス、対応チャイルドシート固定専用バー3点式、L 厚けシートベルトも、標準装備される。デリカ版単体のカタログは存在せず、構造が、同一の常用モデルであるデリカ D3 のカタログにデリカ版の内容が掲載されている、程度である。 2012年6月22日同年6月のバネットのマイナーチェンジに伴い一部改良。全車で安全に関する法規制強化に対応するため、スライドドアの補強を行ったほか、テールゲート内側にハンドルを追加。合わせて車両本体価格が変更となり1万円値上げされた。2014年11月20日同年10月のバネットの一部改良に伴い、 一部改良。GX において、シートをブラック生地に変更し、セカンドシートをバン専用シートに変更したことで、セカンドシート収納時の過失長を 230mm 延長し、積算容量を拡大した。なお、バネットで実施されたボディカラーの追加は行われず、従来通り二色展開となる。2016年1月21日一部改良。全社で、 アクセサリーソケットを標準装備したほか、従来はメーカーオプション設定だった、セカンドシート左右席の3点式、L 厚ケシートベルト、同中央席の2点式、シートベルト、リアドアの乗降用グリップを標準装備化した。2019年4月販売終了に伴い、公式ホームページからも削除された。国内市場でのデリカの商用車ブランドは、 約50年の歴史に幕を下ろした。これによって、三菱自動車は、国内小型貨物車市場から完全撤退した。上、に w d ロングした、4WD デリカカー51994年5月12日、スペースギアと同時にデリカカーゴ発売。3代目版、トラックは継続生産。スペースギアの商用仕様で4ナンバー登録の、標準ボディと、 1, 1ナンバー登録のロングボディを設定。2.0リットルガソリンエンジンとインタークーラーのない2.5リットルターボディーゼルエンジンのみの設定や高荷重に対応したリアリーフ式サスペンションなどがデリカスペースギアと異なる。2WD と 4WD をそれぞれ用意。1997年スペースギアとともにマイナーチェンジ。ヘッドライト、フロントグリル、バンパーなどが新衣装となる。 1999年11月1日デリカカー後、日本国内販売終了。一部輸出仕様は2005年まで継続生産。また常用仕様のスペースギアも、車種整理を行いながら2006年後半まで継続生産され、翌年登場したデリカ D5 にバトンタッチした。概要2代目デリカカーゴ1999年11月1日フルモデルチェンジ。 マツダからの OEM となり、ボンゴブローニーの同型車となる。2010年7月 OEM 供給終了に伴い、販売終了。同社のパジェロと並び、常用4輪駆動車の先駆け的モデル。多くの日本製、ワンボックスカー同様、スターワゴンも基本的には、商用車と共通の設計ではあるが、快適装備の追加や見栄えの向上で差別化が図られている。 駆動方式は FR と副変速機付きの四輪駆動。エンジンは自然吸気ガソリンとディーゼルターボが用意されていた。特に 4WD はキャブオーバーならではのスペース効率に加え、アクロ走破性の高さと四駆前とした外観が魅力となり、アウトドア愛好家の間で絶大な人気を誇るモデルであった。初代デリカ版1969年4月。 デリカバンをベースにした1ボックスタイプとして9人乗りの常用モデルデリカコーチを発売。1971年10月デリカ75コーチとなる。エンジンはギャランフと 1400cc モデルと共通の1.4リットルオフガソリンエンジンに変更。ベンチレーター周辺にガーニッシュが設けられたデザインとなり、フロントウインカーサイドマーカーの形状を変更。 テールゲートのデザインが一新され、テールランプをテールゲート層下から車体側に移設。これにより、テールランプの形状が横型から縦型コーナーランプに変更される。1974年11月マイナーチェンジ。1.4リットルモデルは、三角窓が廃止されると同時に、フロント周辺のデザインを大幅に変更し、デリカ1400コーチとなる。 従来の三角窓付きに等式ヘッドランプモデルは、すべてランサーの 1200cc モデルと共通の1.2リットル、オフガソリンエンジンに統一され、廉価版のデリカ1200コーチとなる。1976年5月51年、排出ガス規制をクリアできず、デリカ1400、1200コーチシリーズ販売終了。三菱、デリカスターワゴンを参照。三菱、 エクスプレス SE、オーストラリア向けの三菱、L300 で、日本国内のスターワゴン 4WD に相当する。二代目三代目三菱、デリカスペースギアを参照。三菱、デリカ D5 参照。三菱、デリカ D2 を参照。三菱、デリカ D3 を,を参照。デリカ語源は、デリバリーカーの造語である。スターワゴン、 みんなに愛されるワゴン車でありたいという意味合いを込めて名付けられた。スペースギア英語の車内空間の活用性に富んだ車という意味。類似するネーミングでは同社が発売する一部の SUV ステーションワゴンなどなどに設定されているスポーツギアがある。D5 デリカの5代目。またデリカ D2 の登場を機に5段階で最も大きいモデルという意味も込められ。 これを機に、三菱のミニバンシリーズは今後、デリカのネーミングで統一されることとなった。2WD モデル、C にカジュアルに w d の略でより身近で、使い勝手の良い 2WD という意味を込めている。エアロバージョン、ロですと、道を意味する、ロードと、最上級を意味する、絵の掛け合わせで、オンロードでの走りの良さを予感させるスタイリッシュな、エアロ仕様をまとった上級モデルをイメージしている。 デリカ伝統の特別仕様、シャモニー、ジャスパー陶器限定の前車は、シャモニーモンブラン、夏季限定の後車は、ジャスパー国立公園に由来。常用仕様日本国外専用、編集インドのマヒンドラマヒンドラで生産されている。三菱は L300 の部品の供給及び図面などの技術情報の提供を行っている。 1996年3月より生産を開始しており、当時インドにはフルプレスボディの9人乗りミニバスがなかったようである。三菱自動車と提携関係を結んでいた韓国の現代自動車による3代目のライセンス生産者。グレースはワゴン、バン、ポーダーはトラック。後にマイナーチェンジでデリカとはイメージの異なる外観となった。南アフリカのサムコが 現地生産してオーストラリア東海外にも輸出していた。松田と提携していた当時フォードでは同クラスのスペクトロンエコノバンが製造販売されていた。なぜフォードと三菱が手を組んだのかという経緯は不明である。インドネシアのイスズ自動車の現地法人である PT、イスズアストラモーターインドネシアで2代目モデルが現地生産されていた。トラックとミニバスと呼ばれる。 ワンボックスモデルがあった。常用仕様、商用仕様。ありがとうございます。